僕の名前は、アツオ。今日は違う部署で働いている、シンコちゃんが休みだから。どこにいるのか調べてみるんだ。だいたいどこにいるか見当はついてるんだよ。どれどれ SNS チェックと去年一緒にいたお友達のブログもチェック。ほら、やっぱりお友達と一緒にいた。ピンクのビキニで花柄入りだ。そしてお友達の、まさこちゃんとハイタッチして写真撮ってる。仕事が始まったら、しんこちゃんが休みの日に、何してたか調べたよ、って教えなきゃ。1日に、市長がどこにいらっしゃったのか、市長自ら言われるかと思いましたけれども、私の方から、市長がいらっしゃったところは、どこなのか、そして何をされていたのか、市長に、思い出していただきたいと思います。9月18日には、市長、あなたは千葉県九十九里浜にいました。何のために？九十九里トライアスロン2022第9回記念大会に出場するためです。9月18日日曜日開催のオリンピックディスタンス、スイム、泳ぎですね、これ 1.5 キロ、バイク、自転車ですか、40キロ、ラン、ビーチを走るんですね、10キロ、これに参加するために、これはですね、以前にも市長はこの九十九里トライアスロンに行かれてます。2020年10月11日米村副市長がその翌日着任される日です。11日にトライアスロンに参加され、そしてその後一宮町、九十九里浜があるところの町長さんですね、馬淵町長にお会いになった、表敬訪問されています。馬淵町長が町長日記に書かれております。まあ、そんなことがあったので、ひょっとしてまさか今年もという思いで私ちょっと見せていただきました。まさかと思いましたが、あの18日大変暴風も吹き荒れる、さらには関東まで行って関東から帰れるのかと、そういうような状況の中成績を出されています。77位、レース番号7007、黒に黄色の 2XU のロゴ入りのノースリーブのトライスーツ姿も、このトライアスロン2022のフォトギャラリーに、映っております。カメラ目線でガッツポーズで、ビーチを走ってらっしゃいました。どうしてこのもう予測される台風14号、まれに見ない大きな勢力、この台風が来るときにわざわざ何かあっても駆けつけることのできない、そんな遠くに何のために、トライアスロンのために、これはご自分の趣味なのか、行かれました。まあ、そういう状況を見つけてしまいました。そんな中で、次に参ります。2点目、執行部としてこの3日間の市長の動き把握されていたのか、副市長に伺います。答弁を求めます。答弁は米村副市長にということでした。僕側の答弁はこちらで選べると思うんですけど、後にも答弁できますね。はい、ということで、じゃあ石丸市長。はい、まずいくつか注意をして差し上げます。相手に対してあなたというのは失礼なので、今締めるよう議長お願いします。はい、そういう発言は注意されてきたはずです。で、もう一回お伝えしますね。公務が入っていない時間帯はプライベートの時間だと申し上げました。それはご理解されてますよね。プライベートというのは
個人が自由にできる地盤です。よろしいですか。静かにしておいていただけますか。個人が自由にできる時間帯です。そのプライベートを詮索されるというのは大変に気持ちが悪いのでやめていただきたいと思います。はっきり言ってキモいです。写真までこれ普通にやってて見つかるものじゃないですよ。明らかに意図を持って検索してます。ちょっとおぞましいです。それは私の立場の見解です。で次により大事なところをお伝えしますが、一般質問というのは市の一般事務について質問できる機会です。そのように会議規則に記してあります。その意味で今プライベートの中身について言及したあの発言、議長は取り消させるべきだと思いますし、以後止めるべきだと思います。プライベートの時間が公務にどのように影響したかという論点であればまだ成り立つかもしれませんが、その中身について言及してはならないはずです。常識的にあまりに支援にとらわれすぎです。議員としての仕事をしてください。まともな仕事をまずしてください。以上で答弁を終わりますが、今回はとにかくしつこい山根議員の石丸市長へのトライアスロン参加追及会を男女逆にしたらどれだけ気持ち悪いことをしているのか分かりやすくなるかと思い動画にしました。相手が嫌がることを平気な顔でし続けることが正直怖いです。広報秋田方でも山根議員は何度も不適切な言動や調査の不備などで厳重注意をされている一人です。政治家の前に人間としてルールを守れず相手が嫌がる言動をする時点でどうなのかと疑問が湧きます。その上で今回の台風時の質問をどうしてもしたければ市長に連絡がつかない状態がどれくらい続いたら副市長が代行として動くのかということや、市長に連絡が取れない場合、自衛隊への災害救助要請の判断はどうなるのか。市長に何らかの理由で連絡がつかない設定で質問すればよかったのではないかと思いました。少なくとも市長のトライアスロンの順位やキテルウェアのメーカーなどは本当にどうでもいいかなと思いました。でも動画を作るにあたり 2XU のサイト見てしまいました。もっとお値段高いイメージでした。ご視聴ありがとうございました。